はですね、このロッカー機能、これが使えるんですよね。ですから結構前で着地するっていう人、ビギナーランニングマガジンへようこそ。感想教員牧野です。今回はトポアスレチック、ファントムを紹介していきたいと思います。はい、トポですけれども、まあ聞き慣れないブランドだと思う方は非常に多いと思いますけれども、まあそもそもですね、トニー・ポストという設立者、彼は陸上をずっと携わっていて、やっぱりトラック競技やっていた中で靴っていうことを追求していったと。で、現役引退した時にですね、やっぱり靴に携わりたいということで、ロックポートですね。このロックポート、面白いシューズなんですけど、何かっていうと、非常にね、革靴なんですけど柔らかいんですよ。実はこのまま走れるっていうところが、特徴で、でまあソールはね、マラソンのシューズに比べたら、薄めですけれども、で、まあ、衝撃吸収にも耐えられるよというところの一つの、まあ、実験というかプロモーションとして、社員が8人ですよね、2009年にニューヨークシティマラソンで完走したと。で、実際にこれでですね、動くだけでも結構ですね、ああ疲れないなっていうのはすごく感じていたというのは僕も記憶してますし、実際にまあこの日本でのプロモーションにあたっては、私自身もこれを携わらせていただいた記憶があります。で、引き続きですね、やはりトニーポストシューズ2ということで、今度はファイブフィンガーですね。はい、こちらの方にですね、CEO に就任したと。で、最近はあまりね、見る機会が少なくなりましたけども、そのまま素足で履くと。で、本当に、ベアフットの、走りのシューズであったよと。まあかなり一時はね、結構ランナーが履いていたと。現在ではもう裸足の人だったりとか、サンダル系のものね、それを履く人の方が多くなってきたので、ファイブフィンガー自体を見ることがだんだん少なくなってきたのかなって気がしてきますね。やっぱりこれだと、ね、靴下、5本指靴下で履いた方が良くなかったりとするんで、裸足ってなってくるとね、やっぱりまあサンダル系か裸足になる方が増えていっちゃったのかなって気はしないでもないですが、まあでもですね、悪いものではないので、しっかりとこうそのまま洗えたりとか特典はあったんですけれども、まあやはりトニーポスト自身も自分でシューズを作りたいということで、2013年にトポアスレティックを設立したということです。ですんで、これロードのシューズですけれども、まあトレランのシューズであったりとか、あとはカジュアルなシューズも多く出していて、足に対するこうね、まあこう気持ちというのが伝わってくるなっていう感じがします。で、その中でですね、今回ロードの、ファントム、こちらを紹介していきたいと思いますね。で、特徴的にはやっぱりこうミッドソールが厚いと。で、このジップホームっていう、クッショニングですね、 EVA よりも、非常にクッション性が高いという、しかも反発性もあるというものなんですけれども、だいたいこちらのかかとが、30mm、前足部が 25mm ということで、ドロップが 5mm、 まあ比較的ですね、やはり裸足系のシューズにやっぱりこう気持ちが入っていくのかなって感じがします。で、あとはですね、トースプリングかなり反ってるの分かりますけれども、結構ですね、このロッカー機能、これが使えるんですよね。ですから結構こう前で着地するっていう人にとっては、非常に足の回転を勝手に生んでくれるシューズですよと。で、しかもクッション性が高いですから、やっぱりウルトラとかそこまでもサポートできるようなシューズではないのかなと思っています。まあ、30mm で前足部 25mm でいうと、他のメーカーで言えば、他の
まあ、クリフトン7なんかは同じ作りになっていますんで、まあ、かかとの方はサポートありますので完全なメタロッカーではないですけど、前足部でいくとこのように転がりやすくなってくるよというシューズになってますね。で、かかとの部分もしっかりとサポート枠はあるということですし、で、結構使ってるんですけれども、このアウトソールとミッドソールの組み合わせの耐久性は異常にあるなと、この削れ感があまりないのが見て受けて取れます。で、やはりこのトポの特徴として、歌い文句としてもですね、履き潰しても弾力性や耐久性を維持するっていうのを目的に作っているのがこういったものの現れなのかなと思っていますね。で、日本ではもうつい、まあ、一昨年ぐらいに入ってきたばかりのブランドなので、なかなかこう見る機会はないとは思いますけれども、でここ本当に面白いシューズなんで、多分カジュアルの方々にも多く履かれるのではないのかなと思っていますね。といったことで、今回はトポアスレティックのファントム紹介させていただきました。まあ、続々とトポさんもですね、いろいろ商品を展開していくという予定でしたけれども、まあ、このコロナで一つこう徐々にっていう感じになってるんではないかなと思っています。したがって今後もちょっと、トポアスレティック、この名前を覚えておいていくと面白いのかなと思っています。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。感想を共有に牧野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。